こちらヨーロッパ企画福岡支部オンデマンド。どうも石田です。団長です。さあ団長、はい、久しぶりですね。一緒に顔合わせてね。そうですね。っていうかもう団長ごめんね。いいえ。まず団長に謝んなきゃいけないよ。これを撮るのを、ま、集合をね、言ってたんだけど、そっからもう1時間過ぎて今、はい、別に討論が。うんごめんね。議論がちょっと上で行われてて、ちょっと団長待たした。もう僕のあの次回配分ミス、これぐらいで終わるだろうな、この打ち合わせと思ってたら、ね、白熱した。白熱、なんだろう、ドラッガーの、ドラッガーじゃないな、ちょっと分かんないわ。ドラッガーを呼んだ人が集まった。白熱授業、うん。そんな感じになっちゃったんで。すいません、もう申し訳ない。まず団長に謝らせてもらって。全然。そんな中ですよ。はい、最近は、もうね、いろんな人からね、僕のとこにね、その、LINE が届くんだけどね。お、LINE が。はあ、ボヘミアン・ラプソディという映画、団長見ました？いや、見てない。見てない。クイーンのね、はい、あの映画を見てさ、その、ヨーロッパ企画の石田さんにそっくりですよ、という。フレディが。あれ、そのフレディまで。フレディ役の人が、うん、フレディ自身はそこまで似てる。まあ確かにちょっと歯が出てるんだけど、フレディ・マーキュリー。そのね、フレディ役をやってる人が、僕にそっくりなの。で、僕も見に行ったんだけどさ。はい、まあ確かに似てた。昨日も連絡来たし、映画見たよ。うん。なんで石田さん出てたみたいな。なんかちょっとそういうさ、恋尻入った。恋いじりっていうのね。いじりじゃなくて恋いじり。恋いじりが入ったラインが。うん。とうとうハリウッドデビューだね、みたいな。あらら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 。ら恋いじりが。恋いじり。それは、ぴったり恋いじりですね。そんなね、連絡がね、届くんですよ。まあ、普通に石田さんにそっくりだね、みたいな。うん。そういう連絡も来たり、ちょっと思わず吹いちゃったよ、とか。あの、なるほど、集中できなかったよ映画に、みたいな言われたりして、もう苦言まで知らんからと似てんのは確かに、もうそれ申し訳ない、それは、その全部石田に見えたよみたいな。確かに僕も映画見に行ったんだけどさ、いや、まあ似ててさ、ちょっとそれはそれで恥ずかしいのよ。それ何が恥ずかしいって、うん、その見終わった後にさ、映画館で隣に座ってた人とかがさ、明るくなった途端よ、うん、で僕の顔ふと見たらさ、あれ似てるやついいんじゃんみたいな。そうです、今日役者来る日やったかなっていうね。あれ似てる、役者挨拶の日やったかな。いやいや、そうはならないけど、ね、うわ、こいつすげえ似てるみたいな、寄せてるって思われてるかもしれない。そうそうそう、そういう顔で見られたりしたらさ、もうめちゃくちゃ恥ずかしいじゃん。だからすげえ下向いてた、そう、映画終わった後に。こっちはもう高揚感すごいんだけどさ、映画自体が面白いのよ。そう、ライブシーンとかね、みたいな。そう、やっぱフレディだしさ、もうああいう動き方でなんか歩きたくなるみたいなさ。あら、まあ、それはちょっと言い過ぎたけど、すげえタイプみたいなやつ。そうそう、でもなんかそういうね、あれはあるんだけど、いやちょっと恥ずかしい。そうですか。うん、まあ、でも本当もうみんなボヘミアンラプソディー、うん、ボヘミアンラプソディーですね。あ、そうなの？団長。世間は。世間そんな感じ？うん。とにかく泣いただ、暑かっただ。はいはいはい。ものすごいフィーバーですわ。いや、だからなんか言われたある人には、その、お肉ドソレイユの大長編で、石田豪太のボヘミアンラプソディやってもいいんじゃないかみたいな。誰に断ってる？いや、その、誰にその、すごい権利を、やってほしいみたいな声も聞こえてきたよ。虫の知らせで。いや、僕の方にその、お肉のなんかそういう、届くみたいな。僕にその権利ないんだよ。その僕が団長に持ちかけるのもどうかなみたいな。ね、配給会社の問題がありますからね。団長、石田豪太のボヘミアンラプソディやってくれんかねみたいな。それも変な話でさ。でも、それぐらい、ちょっと盛り上がってる。今年だから映画がすげえ盛り上がる年なんだなと思って。え、他なんかあったっけ？いや、そもそもなんか、こんなでも映画で盛り上がった年あります？昨今で。ああ、確かに。ゾンビの、あ、そっかそっか。カメラ止めるなね。た
確かにね、うん、エンターテインメントが確かに盛り上がった。なんかこんな映画で来るかねっていうぐらい。うん、そうかもね。確かにスミタなんて名前だっけ、したな、スミタ公平か。お肉の、はい、スミタ公平のカメルは止めるなってやってもいいかもね。ああ、ゾンビに。ごめんごめん、なんかお肉大長編。ゾンビシーンからの。お肉大長編ってなんか、うん、安易になんか流行りのもんをパロディするみたいな考え方、これ良くないよね、俺。いや、そうです。団長が何にも心動いてなかったからさ、ダメだと思って今俺。見てないんでね、赤目と目は見ましたけども。うん、乱暴な、なんか、うん、こと言ってんなっていう感じになっちゃった。まだボヘミアは見てないので。見てない。はい、うん。見てクイーンがね、僕あんまり詳しくないんで。あ、そうなんだ、ね。でも楽しめるんですか、うん、いや、めちゃくちゃ。We Will Rock You は知ってるんですけど。だ僕もそこまで詳しくないんだよね。で、うちのメンバーで言うと、ヨーロッパ軍のメンバーで、長野さんがさ、とにかくクイーン大好きでさ。あ、言ってましたね。そう。クイーンにすげえ詳しいのよ。で、僕、大学の時に長野さんすごいちょっと友達みたいな感じで仲良かって。サンマの骨なく食べてる時代ですか。そう。長野さんが気づいたらね、サンマが全部なくなったっていう、学食のサンマが、骨まで。すぎて。このエピソード好きなの。僕もすごい好きなエピソードなんだけど、その時代長野さん仲良くて、その時にクイーンいいんだよって長野さんにクイーン、教えてもらって聞いてた時期あったんだけど、それぐらいの知識だったの。ほんで長野さんとその話したかったんだけど、長野さんがまだ映画見てないんだよっつってさ、あら、結局長野さんとその話できないみたいな。長野さんも大楽しみですからね、多分。そう。いやでもね、なんかこうそういう感じに盛り上がってる感じありますよ。うん、今のさ、お肉の話しながらさ、ちょっと思い出したんだけど、うん、そのお肉についての乱暴な、うん、その知識で喋ってたわみたいなんで思い出したんだけど、うん、北海道行った時にさ、はいはい、北海道の、北海道公園ですか？撮影で行ってた時に、はいはいはい、その北海道の地元の役者さん、小劇場の役者さんとかの話になって、うん、それこそその人らがお肉堂ソレイユも知ってたのよ。まあヨーロッパ客も知ってて、そのお肉堂ソレイユさん仲いいですよね、ヨーロッパ客さんみたいな。僕、北海道お肉が来た時見に行きましたよ、みたいな、その役者さんが。ああ、懐かしい。そう。うん、中川春樹さんが出てた。ああ、そう。なんかフェリーでみんなでいた時だよね。あ、そう。お肉のメンバーがね。行きは飛行機、帰りはフェリーです。フェリーか。はい。うん。で、お肉見に行きましたよ、みたいな。で、言ってて。で、その人は見てて。で、もう一人の方は見てなかったよね。うん。うん。で、その時に、お肉とソレイユってあれでしょみたいな。ぽっちゃりした人たちが、裸で踊る、そういう集団なんですよね。やっぱさすがにね、裸でおっぽいだ時にね。箱型ラインで噂に何かがつくんでしょうね。いや違いますよってちゃんと言っといた。僕も酒井もその場にいたんだけど、いや違いますくしくも両出てる人ですからね。なんかぽっちゃりしたおじさんたちが裸で踊る人たちなんだよ、なんか踊る集団なんですよねみたいな。その団長のイメージが劇団員全員伝播してしまって。でそういうのなりがちよね。うん。だからその一人のイメージがもう全員そういう人たちの集まりなんでしょみたいな。そう、お肉そうなってたよ。そういえば北海道では。北国の方では、うん。北海道の小劇場界隈では。全部太っちゃが踊る恐ろしい集団だと。それは売れん。そんな奴らは。そうじゃない。困ったもんですね。まあでもそれを否定もこっからできないですから ね、まあ、ね、京都の力では、うん、まあ今言えるとしたら、ぽっちゃりって言ってたかな、ヒゲとは言ってなかったと思うね。まあだから修正するとしたら、まあぽっちゃりだけではないよっていうことね。そういうことでしょ、ね。ぽっちゃりなんやったら少ないしね。なんだ、中肉中背の集まりですからね。平均的な日本人の。そう。なんかそういうのはなんか言っていかないと。でもヨーロッパ企画もどういうイメージ持たれてんだろうなとかね。今なんだったら本当にもうそれが広まっていってるからさ、ボヘミアン・ラプソディの人たちがみたいなんで。ああ、クリソツの人がいる。そう。クイーンにそっくりの人がいる劇団なんでしょみたいなフィールに広まっていくからさ。あららららSNS でね。
うん、まあいろんな人いますよというような感じ ね。いいじゃないですか。そんな感じですかね。はい、最近は、団長はなんかここのところあの。僕ばっかり喋ってたからさ、なんか電話やったからさ、僕の話ばっかりずっとしてそうなの、もう、杉並区に、中高生に演劇のワークショップしに行ったりしました。杉並区東京の、東京、はい、あ、それで東京行ってたんだ。そうそうそう、ちょうど僕が帰ってきた時に東京行っててみたいな。そうそうそう、演劇のワークショップ、そうそうそう、うん、なんか、演技を教えるみたいなワークショップ。何人ぐらい行くの？その時はね、7人かな。あ、僕ね、こっちから？あ、いや、学生たち。7人ぐらい。ね、宇宙どうして、台本の読み方教えて、さようならみたいな。大丈夫それ？あまあまあ。大爆笑に次ぐ大爆笑。あ、そうなんだ。はい、面白トーク炸裂。いや、中高生たちが集まって本当に、この間さ、はい、そういえば今トリウッド大作戦で下北さんイベントやっててさ、ね、はい、で僕イベント行ってきたんだけど、その前に、うん、下北沢のコハゼコーヒーっていうさ、コーヒー屋さんでさ、うんうんうん、があって、そこでね、なんかその暗い旅、ヨーロッパ行くの暗い旅番組のなんかこう、フリップ展示したりとか、うん、なんかそういうなんかその企画展みたいなのやってくれてんのよ、コーヒー屋さんで、うんうん、だからそのヨーロッパ行くのお客さんとかさ、暗い旅知ってる人とかがさ、うん、こうそのコーヒー屋さんに来てくれてて、んで、あ、そうだそうだ、その時に僕もフラッと行ったのよ、そのイベント始まる前、はい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 、そしたら、あ、伊佐さんだみたいになって、うん、でちょうどそれでもうリスナーがいて、リスナーがくまくまと、こちよろの、そう、こちよろのリスナーがいて、くまくまと、あの49歳主婦、おお、この前の、この前の、おお、ちょうどそのリスナーがいて、同時に一緒に飲んでたわけじゃなくて、そうで、もうたまたま、もうまあ一緒に飲んでたんやけど、あ、てかその後入ってきたのかな、うん、私、この間メッセージ初めて送った49歳の主婦ですみたいな、うわ、思わぬなんかこうこちよろリスナーとの交流会みたいになった、うん、やっぱエプロンしました主婦は。いや、主婦エプロンしなかった。でも若い、可愛らしい方でした。うん、いや、これも聞いてくれてるだろうしね、今ね、うん、あ、そうだそうだ、この話するって言ってたのよ。で、クマクマも来て。クマクマも来て。で、なんか団長の話になったわ、なんか。ああ、そうですか。うん、クマクマの思い出はもう、僕のとこの大腸炎で、いやーって言われたことしか覚えてないけど。絶対にいやー、絶対にいやーって。あれはもう、団長言い過ぎてますよ、ね、って言ってた。あれはね、あんな言い方してなかった。セックスレス夫婦なるわ。あんなこと、こんなもん。夫婦ですら。立たんくなる。ラブラブの夫婦ですら。もうあんなことがあった僕とクマクマがもう結婚したてですらで49歳主婦の方は、うん、まだお肉のソリ私見たことないんですよと、あらららら、どうなんですかねみたいなことを話してて、ああぜひぜひ、ね、みたいな、でちょうどでもクマクマいたんで、ああ絶対嫌の人ですみたいになって、うんうん、でもまあだから大丈夫ですよみたいなこと言っといて、あれは団長が言い過ぎてると、 そうかな、そんなにそこまで否定はしてなかったですよって言ってたよ、そんな悲鳴、体よじれてたけど団長の印象では、手を出しに行った時、うん、でも私はその飛び散る席って、まあ、お肉のソリューね、特殊なこう客席の仕組みになってて、うん、なんかお肉の話ばっかりやってるよ今、そのお肉飛び散る席って、最前列はね、なんかこうお肉の人たちが飛び散ってきますよみたいな、なんかこう交流さってしました。私はなんか3列目4列目ぐらいに座ってたんですと、うん、一般席、ね、一般席、うん、なのになんかそうやってこう来たんですみたいな、じゃあ前説で一般席も行きますよって言ってました、ね、言ってたからね、それでも前説でも言ってたでしょみたいな言ったんですけど、一般は大丈夫だと思い込んでたんですね、うん、高い安全席を買ってくださいそういう人は自分の身は金で守る、これが21世紀ですよ、うん、でもやたら怖がられてた、やっぱりその主婦の方も、
異様にさ、やっぱお肉どソレイユっていう、なんかもう本当にさ、もうなんだろう、昔の見せ物小屋の、なんか、高山修司か。怪人の人たちが、やってるような、現れるんじゃないかなぐらいの、なんかこう。そうでしょうね、人さらいが。まあそもそもしかもこのラジオ聞いててもなんか女に対する恨みでもあるのかというような。いやでも面白いんですけど怖いですみたいななんか印象になってたわ。みんなが。歌詞の話ですね。なんか可愛い集団だよね。面白い。コロポックルが集まってるかなね。妖精が集まってるような人見知りの集まりなんですけどね。実際はね。実際は。その辺ちょっとね、知ってもらえたらな。あったなと思いますわ。はい、ありがとうございました。うん。あでもなんかこうそうや、やっぱイベントやってほしいみたいな言ってたわ。なんか登録やってほしいみたいな。ああ、なるほどね。なんかやりたいんだけどね。東京でしなきゃダメなんですかね、やっぱり。いや福岡でしょ、やっぱそれは。みんな来るんですか、そのくまくまとか主婦は。いや来るって言ってたよ。登録のために。登録のためにそうやったら行こうっつって。福岡やっぱ美味しいもいっぱいあるしさ、やっぱそれを機に。ますかね、ちょっとやりたいね。これなんか考えよう、本当に。どうにかして、この、ポッドキャストを聞いてる層って、どこの人が多いか調べれないもんなんですかね。もうちょっとこれ、エリア当てたやつとかわかんないよね。ただメッセージで福岡ってやつほとんどいなかった。そう、うん。今福岡のやつはほぼいないんじゃないかって疑惑はね、ボンバボンがあるんですよ。福岡の人メッセージくれないんで、うん。トレハロース以来いないんじゃないですか。そうね、トレハロース福岡だったね。まあ、行きましょうか。行きますか。カクテル恋愛相談室なんですけど、ちょっと更新が少しバタついてて、ちょっとね、あの収録と更新のあれがちょっと時差があったりして、まだメッセージがそこまで出揃ってないんで、一旦保留。あの電話、電話に関するエピソードは保留で、引き続き、電話に関するメッセージお待ちしております。あの前回僕らが撮ってからメッセージ送られてきた、うん、ハロウィンでメッセージ送られてきた人がいて、結構送ってくれてる、ね、そうなんですよ。じゃあそれいきましょう。前回読めなかったメッセージが3通ほどありますので、そちらの方読んでいきたいと思います。いきましょう。はい。まあもう今も、お話に出てきました、品川区くまくま26歳女。くまくま、男女さん、皆さんこんにちは。少し遅くなってしまいましたが、ヨーロッパ客の皆さん、ブルース&ワンスマン本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。大仙集落スタンディングオベーション、その景色の一部になれて嬉しかったです。あ、そうなんだ、クマクマ、そう言ってたか。週夜なるですでにお話しされてるかもしれません。あ、はい、ヨーロッパ客のもう一個のポッドキャストなんですね。コチヨロ的特に思い出に残ってる舞台裏エピソードなどありましたら教えてほしいです。男女さんも何度か感激されたようですから、今だからこそ言えるネタバレありの感想も聞きたいです。メールテーマのハロウィンについてですが、何もしないのでお話しできることは全くなさそうですってこと。だからこれ聞いてるリスナーはもうハロウィンあんましてない。くまくまなんてハロウィンしそうな、なんか。あ、そうですか。なんかそんな、なんか友達もいっぱいいて、なんかね、なんかそんな感じのイメージあったんだけどね。だから僕らに見せられないのはコスプレしてるんかもしれないですね。なんかゾンビナースみたいなしてそうなんだけどね。あら、ドスケベナースを。あ、そうなんだね、意外と。ネタバレありきの感想ですか。このエピソードね、僕もその2回しか見てないんでね。しかもあのワンスモアを、はいはいはい、結局ブルース見てないんで、あのあれがある。だからやっぱりさ、こういう舞台のさ、裏話だったりさ、エピソードだったりさ、やっぱちょっと失敗したエピソードすごい覚えてるじゃん、結局ね。結局、これ前も言ったかな、あの酒井さんがさ、タイムマシーンをさ、隠し忘れたっていうやつがあるって。大事故じゃないですか。何ちゅう言ったっけ、言ってないっけ、知らない、言われてない、知らないよな。まあ、タイムマシーンものじゃないか、あれは。で、タイムマシーンに乗って、レバー引いたら、まあ、暗転にも似た、まあ、照明変化とか、音響変化があって、うんうん、それが終わったらもうタイムマシン消えてなくなってるみたいな。そうですよ。でその場に残ってる人はそう。でそれがすごい結構短い時間で、あれどこに消えたんだろうみたいなあるんやけど。まあ、大した僕はスタッフワークだと。あれはまあいろいろあのその場によって違うんだけど、まあ基本的にタイムマシンが、うん、あの
何コロコロみたいなのついてて、車輪がついてて転がるようになってるんですよ。さーっとね。さーっと。うん、でなんか舞台の袖にこう隠れるように転がして、うん、でタイムマシーンのさ、ライトみたいなのが立ってるんだけど、それも折りたためるようになってて、うん、で折りたたんでその袖にバーッと流して隠すみたいな風になってて、うん、でそれをこうタイムマシーンに乗り込んだ人がやるのかとか、うん、タイムマシーンを見てる人がやるのかっていう担当が決まってるんですよ。うん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 、で一箇所、うん、その本田くんがタイムマシンに乗って消える。うん、で本田くん乗ってた人は、ドア開けて舞台袖の方に消える。うん、自分でね歩いて。で、タイムマシン自体はその場にいる酒井くんが、そのライトを畳んで、台車を転がして。タイムマシンを転がして隠すっていう、うん、そういう段取りになってたんですけど、なぜかそれを酒井くんがうっかり忘れちゃって、あら、タイムマシンレバー引いてブワーンって正面変化するやん。でまた元通り照明がついたら、うん、本田くんいなくなってる。もちろんそのタイムマシンに乗り込んでた昼田に殴りに行ったとこかな。そう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 、まさにそれ、そこでタイムマシン消え、タイムマシンと本田くんが消えなきゃいけない。そうですよ。本田くんだけいなくて、タイムマシン4が出ちゃうことありますもんね。でそれ酒井隠すよってやったのに、酒井が、うん、そのバッとこう見たら、うん、タイムマシンだけは置いてある。あのかっこいいヒーローみたいに光を遮るとこね。めちゃめちゃ不思議やんそれって。うん、もう変やんそのタイムマシン。システムが変わったんかなって。でその後もうなんかこう舞台転換になるんで、うん、その後また安定すぐちょっとして安定になるんで、うん、ま親とは絶対なるんやろうけど、うん、まあそこまでなんか大変な出来事ではないんやけど、うん、まあでも大変やわ。大変ですよね。そいつもおかしくなる。だってその次どういうこと、タイムマシン最後の坂井さんが必死にあのタイムマシンはこれでって言ってる数がもう合わんくなるよね。合わんくなる。4ができて持てるからあれどっから来たんやってことなのから、タイムマシンに関して一番好きな酒井くんが、うん、その辻褄でしかも辻褄やみたいな、辻褄合わせみたいなこと、うん、一番タイムパラドックスにうるさかったあいつが起こしてしまったから、な何してたんって言ったら、なんかもう、うん、わすっかりうっかり忘れてて、でその間だからさ、本当その暗転とか暗くなってる間に自分で作業するはずやのに、うん、なんだろうね、その入りすぎたよね、もう役に役に、うん、タイムマシンに消えてこう眩しいみたいな、まあ、うん、ちょっとね照明をバーッと光ってチカチカってチカチカってなるから眩しいっていう演技を、暗転の間、暗転とかその照明変化の間ずっと入り込みすぎてやってたね、うん、なるほど。やっぱ坂井さんの少年性というか少年性、うん、タイムマシン好きすぎるとこが出ちゃったのかもしれないですね。いやだからあれはね本当に、あとなんか、うん、僕は見てへんけど、うん、あれ見ましたよネット上で、何春吉兄貴が超えてるのを、はいはい、石田さんが大事な振り終わったから、そう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 、ただそれに関して周りのヨーロッパのメンバーは、うん、中川さんが悪いんじゃないかってなってて、いやいや悪くはない全然、あれは僕が本当に悪いんですけど全然でもあんなことをバラさんでもいいのになとは思った正直、そうね、別にその場でね、うん、そのあれなのに、うちうちで処理すればいいことですからね自分のミスと思われたくないがために、そうですよね、そうね、ただそれはもう中川さんのジャーナリズム精神が、まあそうね、とんでもなく働いてるんで、ただまあ本当こんなこと言うと角が立つから、あんまりこうね、言いたくもない、うん、中川さんもいっぱいミスまあ、まあでもあれね、はい、うん、それはもうミスは、そうだ、坂井君もそう、ヒューマンエラーです、ね、ヒューマンエラーだから、確かに大事なミスを、あ、大事なセリフを、なんかねすげえちっちゃい子で言っちゃったのよ、言ってないことはないよ、なんかボソッと言っちゃってさ急に、しかもでもそれがなんかめちゃくちゃ中川さんがさこうのに関わることやからさ、あ、だから中川さんに関わることでミスしたらもうそれは
絶対ダメね、うん、言われるし、うん、それは他の人やったら確かに愛しだやったな、まあフォローしとく、そうですよ、うん、それで、まあ、うん済むけど、長谷さんの心が本当に柔らかい人なんで、うん、そう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 、うん、アフタートークで主人公酒井さんやと思ったって言ってから、中さんちょっと僕冷たい、ね、そうそうそう、うん、だからこっちが悪い、やっぱり それはもうそれはもうこっちが悪い、うん、こっちが悪い、ほとぼり冷めるまでうつむいて生きていきましょうちゃんと、はい、頑張ってください。もう一件来ておりますよ、はい、ミクさんから、はい、ありがとうございます。石田さん、大島さん、こんにちは。こんにちは。石田さん、ヨーロッパ客20周年公演、無事に大千秋楽迎えたようでお疲れ様でした。ありがとうございます。ヨーロッパ客の本公演は、ボス・イン・ザ・スカイから毎年感激しのいですが、うん、私と一緒ですね。今年は、留学中のため、感激できませんでした。おー、海外に留学してたのかな、はい。21年目の本公演は必ず見に行きます。うわー、ありがとうございます。今回トークテーマは、ハロウィンについてですが、うん、子供の頃、習い事のハロウィンパーティーで仮装した記憶がありますが、うん、大人になってからはしていません。イベントごとにあまり興味がないというのもあるんですが、海外にいる今年も普通に仕事していました。でもハロウィンの時期に販売されている紫や真っ赤などのちょっと毒々しい色の食べ物は気になって買ってしまいます。面白い話がなくてすみません。ミクってことです。海外どこなんだろうね、その、まあ、あんまハロウィンやってない、やってないあれなのかな、かもしれないですね。本当アメリカね、コロンビア、コロンビア、分かんない、いや分からん、コロンビアめちゃくちゃあるんやって感じでね、死者の祭りみたいなのが南米の方ねありますから、うん、まあやっぱり今のところ2分の2でやっぱり、ね、何にもやってないね、うちのリスナーは。そもそもハロウィン独特なエリリンだけやぞっていう、本当ね、うん、エリリンも保育士やからちょっとやってるみたいな、あれを見せてもらいました。そういうエルリンさんもそうやいて、うん、そのトリウッドの時にイベントの時に、そこにはもう全員集まるサロンみたいな、こっちのサロンみたいな、こっちのリスナー確かに来てくれてましたね。うん、保育園で飾り付けして、まあ、そうね、そんなのそんなあるでしょ。うん、はあ、確かにな、ハロウィンな、うん、やらんのな。そうですよ。でもミクは留学というか、うん、そう、海外でこれを聞いてるってことですか。ああ、そうね、ワールドワイドのラジオになりましたね。まあオンデマンドポッドキャストとか聞けるもんね、そりゃね、どこかでもね、それがいいとこですもんね、うん、ワールドワイドな、なるほどな。いや、こんな海外で聞いてくれて嬉しいですよ、うん、でね、またまだあるんですこれが、はい、こちらね、うん、ちょっと久しぶりというか覚えてますかね、何、5年間あんま好きじゃない人と付き合ってた子って覚えてます。え、5年間あんま好きじゃない、告られてきて、うん、付き合ってみたけどみたいな、あ、はいはいはい、あんま好きじゃないみたいな、うん、触れるのも嫌みたいな人いるでしょ、触れるの嫌、うん、その人から久方ぶりに、はい、石田さん、ダルさん、こんにちは、うん、恋愛話でご相談させていただいた5年と1日目には好きになってるかもの、こじらせ女さつきです。さつき、はい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 、コミットお話大変申し訳ありませんでしたが、はい、客観的に放送を聞くことで冷静にこいつめっちゃ嫌な女だなと反省し好きになれない歴5年の彼氏とはきちんとお話しした上でお分かりいたしました。あー、そうか、やはりお互い気分よくとはいきませんが、5年好きになれない相手は6年7年だっても恋愛感情が芽生えないのかもしれないなという考えに着地しました。相談に乗っていただき、相談に乗ってないけどね、あんまり、いただきありがとうございました。まあね、今は血なこになって恋活婚活中です。コチコン、コチヨロコンパね、コチコンの改正熱望しています。ちなみにトークテーマハロウィンは団長がおっしゃっていて笑ってしまいましたが、現役ナースの私はリアルナース服に身を包み、くしゃくしゃした気持ちで働いておりました。下心ハロウィン楽しんでみたかったなという現役ナースがエロナース発言を今、はい、現役ナースだったらそのまま出社したらいいのにね、出社というか出勤。そうですよね、うん、ただでもパリピに捕まって出勤できなくなるかもしれないですからね途中でそうか、うん、ああそうですか、お別れしてしまいましたか、まだと触れられるのも嫌っていうぐらいだから5年はね、うん、そりゃまあ無理よね、
無理でしょうね、本当に。だからその時にやっぱ言ってた、今でもちょっと思ってるけどさ、やっぱもう、今でこそこうやってさ、ほぼ、うん、ほぼ恋愛結婚みたいな感じになってるけど、うんうん、その、昔はお見合いだったわけで。まあ基本ね。だからお見合いで、全然知らない人とも、結婚したらなんとか、こうなるのかもなみたいな、そっから無理から作っていくみたいな、ね、っていうのはあるのかもなとかって思ってたんやけど、うん、まあまあでも好きでもないってもう思ってるんやったら、まあそれも無理やな、それは、うんうん、っていうか、うん、僕思うんですけど、うん、もうこれほんま勝手な独断の偏見ですよ、うん、基本的にいけると思うんすよ、うん、どういうこと、はい、ごめんなさい一瞬止まっちゃったんですけど、どこ話しましたっけね、とりあえずですね、うん、どれでもなると思うんですよ、あそうそう、うん、その、うん、本当に無の状態からでも、うん、どういうこと、どうにでもその恋愛っていうのは無理からでも僕作っていけると思うんですよ、はい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 、よっぽど、うん、これ好きでも何でもないじゃなくて、うん、よっぽど魅力なくて嫌いなんやろな、嫌いよね、嫌いはそうじゃなかったら僕、うん、そら生まれん、そら無理よね、うんうん、だから無の状態やったらむしろそっから嫌いになるか好きになるかやもんね、うん、5年間これは好きになれないじゃなくて嫌いやったんやと思うじゃあ分かる、僕はその相手のこと何も知らんけど、うん、もうちょっとキモいって思ってたんか、まあ それはもう、ね、その付き合ってる上でね、うん、どん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 嫌いになってってるんや、そうじゃなかったら、うん、いやちょっと嫌いなんですよ僕、触れれるもん何やったら触れたくないわ、ちょっと嫌いぐらいでもいけるよそれは、そうね、うん、大嫌いじゃないとおかしいよやっぱ、いやいや触れれないっていうのは、まあねうん、ナースでしょう、うん、もうナースなんかね、うん、なんかねってひどい言葉ですけどむちゃくちゃモテますよあーでもそう思う僕ね、確かこの前、まあ、この前って本当に 2,3 週間前ですけど胃カメラ飲んだんですよ、検診で、もう鼻から入れるんですねあれ、でも僕慢性鼻炎やから穴がちっちゃいんです鼻の、はいはいはい、だからもう無理や痛い痛いって言って口から入れると、まあえずくと、もうそこそこ太いのが口の中ずっぷずぷ入ってくるんですよ、もうほんま毎秒えずくんですよ、もうナースが背中をもうずっとさせてくれるんですよ、正直もうほんともうバッシング受けるかもしれないですけど、まあもう雑な言い方するとこぶすな。いやもう言わんでいいけど、言わんでいいけど。言ったらもうこぶすな。こぶすな。ちょいおばちゃん。おばちゃん。ちょいおばちゃん。ね。ただその20分ぐらいですか。うん、その、うん、終わった後、うん、もう僕その人のことちょっと好きになってた。白衣の天使とはこういうことなのかと。なるほどね。結局僕が死のうと苦しい時に背中をサスサスしてくれたね、彼女はやっぱりそのもう終わった後患者は好きなんだな、ええー、わーってなった僕この人ええー、わーって患者は絶対好きになるよな、絶対好きじゃない、見た目じゃないんです、心なんですよ心ね、そうなってくるとですよ、ちょっとでも可愛いナースがいてごらんなさいと、パワー100倍ですよ、そっか全員胃カメラ飲むべき胃カメラ飲ますべき、うん、言うべき、ちょっと気になる患者がいたら胃カメラ飲まして、うん、で背中刺すサッサッするんだ絶対好きになるから、うん、やっぱ職業生かした方がいいよね、やっぱ利用した方がいい、武器やから、サッカー選手がサッカー生かさずどうするんやと、うん、確かにね、好きな人おったら試合4番かいってなるじゃないですか、演劇やったらそら絶対誘うもん、そうです、見てくれと言いますよね、うん、そこですよ、そうね、うん、ナースたるもの、ね、やっぱり確かにね、うん、利用していかないと、血抜く時エールラ触ってみたり採血の時に下手なのごめんねっつって、うん、ああでもモテるやろな、そらまあね、まあでもその、うん、でも看護師さんは時間が合わへんから大変とか言いますけどね、まあそういうのもあるのか、忙しい、夜勤だなんじゃ忙しいですから、確かにな、大変そうやな、でもあれらしいよ、本当にこれ最近なんかネットで見たけどさ、うん、100回の合コンより1回のお見合いっていう、うん、パンチが違うともう100回合コンするよりも1回お見合いした方が、うん、100分は一見にしかずの今晩ってことですか合コンしまくるよりも
もうちゃんと読み合いをしていく方が、うん、もう本当に婚活とかそういう意味においてはね、マジのやつに関してはマジのやつに関しては、うん、そう結婚動向で考えてるんやったら、まあそのね、それもまず恋人作りたいとかやったら、まあそれは考えなきゃいけないけど、うん、じゃあもうこち婚どころじゃないわけですね。こち婚ね、こちよろお見合いを、お見合いを、今んとこ男性で来てくれるの誰ですか、やとばし確かにね、うん、いやキリちゃん、キリちゃんキリちゃん、その辺がね、どうなんだろうね、ね、それあるみたい。いやでもリスナー同士くっついたりしたらもう最高というか驚きの、ね、うん、その嬉しいけどね、そういうのあるとね、うん、そうですよ。いやまあそうだな、なんか意外とあれだな、なんかイベントごととかあんま盛り上がらないね、こっちの女子、まあ、粛々としたそうですね、昔ながらのベビーが、まあ、そうね、うん、まあそうでしょう。電話、とりあえず電話だ、うん、電話あるでしょ、電話エピソードね、その5年間好きになかった彼氏との電話エピソードとかを聞いてみたいですもんね向こうがグイグイ来て、まあ、うーんしか言わんかったんかなよっぽど嫌いやったよね、うんうん、まあでもよかったね、無事そうやって、そうです、次に踏み出せるわけだから、次のステップ相手の人に悪いしさ、そうそう、相手の人も相手が悪かったよね多分、うん、何やったら、まあそうだね、うん、次行きましょう、急に触ってきたりしたんじゃないですか尻とかあかんあかんうん、といったところで今週以上でかな、はい、あの電話エピソードをとにかく、また引き続きということで、お待ちしておりますんで、いやそれこそあの海外でね、そうですよ、海外とかやったら電話どうしてるんやろう、多分でも無料通話できるよね今、スカイプでね、ラインで、うん、そうですね、もしこっちに彼氏がおったら、そうね、うん、ボンガボンガ電話でしょ。で俺なんか聞いたことあるわ、その向こうでから彼氏ができちゃって、そっから日本戻ってきちゃって、留学やったから、はいはいはい、はい、でそっからそのままなんかずっと彼氏と電話してるんだみたいな人とかお友達にいたわ。なるほどね、うん、そうそうそう、そういう人とかね、あいいね、ないです国際恋愛してる人、もう通話しか無理ですからね。そうね、うん、うん、とにかく電話のエピソード、テレフォンセックスしたことありますよっていう人それは引き続くんですね。それは聞きたい、それはやっぱ聞きたいよ、聞きたいし、うん、まあ、読みたいわちょっとテレフォンセックスしたことありますよっていう人を必ずはもうあの名前、うん、言わないパターンもあるんで、うん、そのね、その彼氏が求めてきたことありますとか、そう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 、こっぴどく、こっぴどくお断りしました話もいいですからね一件も来ないんじゃないないんかな、ごめんね本当にね、求めるでしょ男は、なんかやってみたくなるんよね、どんな感じなのやろみたいな、もう新しい世界に踏み込みたいっていう、ね、そうそうそう、まあ、僕はないですよ、まあ本当に、うん、お断りされたわけですからね、丁重にはい、といったところで今週以上です、はい、はい、また来週も聞いていただければと思います、さよなら。 LoveFM Podcast、 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中、スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast